ちでお話し会みたいな感じだから、なんか土日って感じがすごくします。かっこかわいい、ありがとう。確かにお洋服かわいいのに、なんか帽子でかっこよくちょっと見えちゃってる感あるね。なんかこっちのリボンの付き方かわいい。こっちなんかショベってなってる。多分ショベなんかまあいっか。すいません、ちょっとさすがに前髪をね、今日スプレーしてるからさ、この上からボサコになった上からアイロンができなくて申し訳ない。そんな可愛いお洋服どこで買ったの？これはですねすいません日本語喋れなくて、これはファンの方にいただいたお洋服です。可愛いよね、めっちゃ。なんかこれ着たくて、もう夏が終わるじゃないですか、だからすごくこの服を着たくて、そう着ました。今日で終わりかなと思って、さすがに。ちょっとなんかおしゃれおしゃれおしゃれ女子してるモデルさんみたいなおしゃれ女子感ある。あ、そうだ、ツイッター行かない旅のさっき下書きに書いといたやつを。来週も35度から、すごい。インスタの画像めっちゃ、よかった、ありがとうございます。なんか一回撮りに行った、写真撮りに行ったんですけど、3123分終わりに撮りに行ったんですけど、なんか顔が漏れてなさすぎて5分でもう一回お願いして撮りに行ったのでさすがにちょっと漏れてないとそう、え、ちょっと待ってってなるそう、もう一回撮ってくださいってちょっとお願いして、本当に申し訳ない中なので。でお話し会中はどっかの部だけこの服装で、あとはなんか上着羽織ってて、上着ってかシースルーの上羽織ってて、そうなんかねすごい寒くて、本当はこれでやろうとしてたんですけど、そう寒くて会場がすごく寒くて、でもちょっとさすがにせっかくねこれを着たいと思って着てきたから、ちょっとこれでやりたいと思って、なんかの部だけ、どっかの部だけこれでやりました。でも写真はどっちも撮ってもらって、そう、
なんかすごい最近爪が弱くてそう爪が弱くて、うん、爪今日も昨日の夜か爪がペリってなりまして、今もここがすごい、こっちの指がすごくなんか死んでますあとメイバランスとやってみっちゃは下見ます。ごめんなさい、本当にどんどん日が伸びて申し訳ないんですけど、ちょっと明日見ます。今日はもう目が疲れちゃった。見ます。みんなも多分疲れてると思うし、そうアフタヌーンティー会、今日のお話し会はそう疲れてるというか、なんかいろいろ最近考えることが多くてそうすごく最近考えることが多くて、なんかどうしたらいいかなーみたいなすごい答えのない悩みをしてて、すごくそうそれですごく頭をぐるぐるさせてます。でももうドボンもやんなきゃみたいなあれだから、すごいなんかもう何したらいいか分かんないみたいな感じ今そう今もう何したらいいか分かんないみたいな感じでいっぱいいっぱいそう今日もねすごくピョンズが温かく優しくしてくださったりして、いや旅したいけどね、もう旅してる時間すらなくてね今ありがたいことに。そうでもなんかすごいなんて言うんだろう、なんか本当になんだろうみんなに支え、なんか逆に今日お話し会あってよかったなって思いますねそう今日お話し会あってみんなと話せて、なんか劇場出るといつもお手紙とかいただけるじゃないですか、そのお手紙がすごく私の中での支えになってたんだなって改めて思って、なんかお手紙があるからみんなの意見がすごく真面目な意見とかがみんなからすごくなんかいただけたりとか、ハルピョのここが良かったよとかここが好きなんだよっていうのをなんか配信とかではさみんな言ってくれないじゃんそうでもそれをすごくみんなが伝えてくれてたんだなっていうのがお手紙でねすごい分かって、なんかお手紙のありがたさにすごく気づいて、なんか私はなんかすごい帽子をかぶるとなんかすごいなんか自分じゃないぐらいいっぱい出てくる話、いい話がいい話とか言っちゃった、なんか自分じゃない人になった気分で喋れる今。なんか私は本当にね、何を言おうとしたんでしたっけ今、あ思い出した、なんかここが良かったよとかこれがこうで自分は好きだなと思ったよとか、なんかそういうのを全部言ってほしいタイプの人間なのね。そうなんかなんて言うんだろう、伝わんないからハルピョンには、なんかそれを見てあ嬉しいって思ってっていう人間だからこそ、あーそれはバースト、もうバカじゃんバカじゃんって言っちゃった、ごめん。そうなんか何も
思ったことを言ってほしいわけじゃない、思ったことを言われたらちょっと無理な時もあるそう、思ったことを言われたら傷つくこともあるから、ハルピョンのことを考えて言ってほしいんだけど、でも私もみんなに対してもしかしたらもうね、思ったこと今みたいにバカじゃんとか言って思ったことをなんかズバズバ言ってみんなのこと傷つけちゃってることももしかしたらあるかもしれないから、そう、それは私も気をつけなきゃなって思ってるんですけど、海外のララポートの動画見て一番元気に動いてたハルピョン好き、嬉しい、ありがとうありがとうございます。本当にパフォーマンスをすること、パフォーマンスをするアイドル、うん、ステージに立つことがすごくすごく私は大好きなので、なんかね、あー泣きそうなんですけど、今すごくなんでですかね、ステージに立つことが好きなので、あのね、あの本当になんか嫌なこと言われたわけじゃないんですよ、全然今日今日全然嫌なこと言われたわけじゃなくて、すごくむしろねみんなのこと大好きだなって思った一日だったからあれなんですけど、すごくステージに立つことが大好きなので、劇場とかでだから、まあ、特に劇場がすごくすごく大好きだなって、なんか本当に劇場のがなくなっちゃなくなったわけじゃない、あるんだけど、それがすごく寂しくて今、うん、でみんなとも全然会えないし、それがすごく寂しくて、なんかもちろんお話し会があったりとか、ちょっとずつこうなんて言うんだろう、いろんな出張公演とかで会えたりとかしてるのはすごいわかるんですけど、なんかそれでもやっぱりもう本当に絶対に週1、2ぐらいでさ、2、3とかでさ立ててた時もあったりとか、劇場に風と海とさん天守閣タワーありがとうございます、すいませんありがとうございます、せーの、タワータワーありが、天守閣タワー、風と海とさんありが、天守閣タワーありがとう、ありがとうございます、あ落ち着こうねって言われてる、あ全然落ち着いてますよ私、ありがとう、落ち着くためにタワー投げてくれた、じゃあ落ち着きます、これで落ち着けました、ありがとう。そうですね、なんかやっぱ、いやもちろんドボンで会えてるのはあるんですけどそんな画面上でね、いやもちろんドボンで会えるのもすごく嬉しいんですけど、画面上だけでね会ってるのもね寂しいじゃん、やっぱ直接会いたいじゃないですか、だからなんか会いたいみんなにって思ったりとか、何がどうってやっぱなんか出張公演させてもらってる、させてね、こうやってさせていただけてるけど、やっぱ劇場とはなんかどこか違って、うん、こんなに劇場が好きだったんだなって改めて思うし、あの劇場がね、あの規模感というか、あの近さというか、あの距離感というか、花道もないし、花道ないだけで泣けてくるの意味わかんないんだけどそう、花道もないし、なんかいやでも多分もっともどかしいなって思ってたのは、なんか千葉もピッチが、そう0番と1番のその番号の間隔のピッチって言うんだけど、それがすごくちょっと狭かったり、茨城とかもっと狭かったの、いつもの半分以下、半分ぐらいだったのですよ、だから多分自分が思ってる、すっごい帽子ってこんなに喋れるようになるんだね人間自分が思ってる、今日どうしたの、本当に今日どうしたの私、でもまあ別にその何も誰も責めるような悪いことを言ってるわけじゃない、ただただ饒舌になってるだけなんでそう、なんか本当にこの自分がこんなに本当は踊れるのにみたいな、なんかこんなにもっと手伸ばせるのにみたいな、
すごいそういうもどかしい気持ちになってしまってて、でまあなんだろう、特にそれこそまあセレクションのメンバーがね、初日のメンバーが、あ間違えた、初日のメンバーがセレクションで選ばれたりとかして、なんかそこで自分のもどかしさがあって、いや出張公演は頑張ろうって思ってたんですけど、でもそうやってその感覚が狭いからなかなか自分の満足がいくパフォーマンスができなくなっちゃったりとかして、ってなると、あなんか満足できなかったって心で思って、もっとなんかもどかしくなってみたいな、そうって思っちゃって、でも別にその会場が悪いわけでもないし、正直別に何が悪いわけじゃもうないじゃないですか、そんなもうピッチが狭いなんて別に誰も悪くないしそう、私も私でその狭いところでちゃんと踊れるようになってればいいだけの話だし、別に誰も悪くない、だからどこにも出せない怒りみたいな、怒ってないけどどこにも出せないこの感情のもどかしさみたいなのがあって、すごく、ただ福井はあの劇場通り建てるって聞いてはいるので、今のところね、そう、そう、もちろん出張公演は出張公演ですごく楽しいんですよ。なんかいろんなところに行かせていただけたりとか、地方のいろんな方に会えたりとか、なんかそれこそなんだろう、なんかエイトの全国ツアーをすごい、ゆいりさんのファンの方がゆいりんごスタンプめっちゃ押してくれてる、ゆいりさんじゃないなんだっけ、エイトの全国ツアーをやってるみたいな気持ち、すごくエイトの全国ツアーのなんか客席キュッてしたみたいなのをさせていただけてるみたいな、すごいそういう気持ちなんですけど、なんかね、そうだからそれはそれですごく楽しいんですよ。お見送りもあったりとか、なんか懐かしいなっていう気持ちになっているの、うん、でもやっぱり私が求めてたのはなんかなんだろう、私が求めてたっていうか、私がこの公演でやってたのはなんかちゃんとここの場所でこの人とここにいる人と目合わせるとか、なんか例えばね、ロマンスいらねーのなんか2サビ終わりの「テルデテルデテルデ一人で」なんだっけ、歌詞出てこなくなっちゃった、「一人の寂しさを埋めるだけだった」っていう歌のところがあるんですけど、私の歌割り2サビの終わり、「一人の寂しさを埋めてるだけだった、いらねえ」ってところがあるんですけど、そこでなんかいつも上手にいるあの座ってる最前の下手か、下手にいる最前の一番端っこの人と絶対に目を合わせるっていうのを、まあ、公演の中でやってたりとか、恋愛サーカスも絶対にもう自分の目の前にいる人をもうなんかこうやって適当なところを指さすんじゃなくて、なんかここってちゃんと思ったところを指さすとかってすっごい決めてたの、決めてたっていうか、なんて言うんだろう、そういうのを大切にしてたんですよ。でもこの劇場じゃなくなって、やっぱり、まあ、ありがたいことにね、メンバーの推しはメンバーの推し、うん、ファンの方は推しをずっと見れるじゃないですか。柱もないし、別にめちゃめちゃ絶対にこの人と目合うわけでもないっていうのもあったりとか、目の前にいる人を絶対、劇場って本当に目の前にいる人がめっちゃ見れるみたいな感じだけど、すっごい喋るじゃん今日すっごい喋るじゃん。そう、でもその何が一番違うって、ステージの高さとファンの方がいるところの客席の高さが
全然違くって、なんかそのこれまでの劇場がこれぐらいだとしたら今の劇場がこれぐらいみたいな感じなんですよ。そうだからなんかそれがすごくなんかなんていうんだろう、目が合わないみたいな、寂しいっていう気持ちになっちゃうの。そうでも本当にさっきも言ったように、あでもそう、うちわとかめっちゃ見えるし、あの後ろの人もめっちゃ見える、本当にそれはあるそうお客席のなんか本当にマジで申し訳ないんですけど、あの劇場の立ち見とかはなんかね、立ち見のね中央とかにいる人たちはもうサイリウムで自分ここだよって言ってもらわないと本当に、まあ、あの MC とかではね明かりとかもあったりとかするからそう見えたりとかもするんだけど、本当にあのサイリウムのおかげで見分けるかつけてたみたいなところもあったりとかして、え違うの、えなんかこれを言ってたらそうだよね、出張公演に不満があるって思われる、そういうことじゃないんですよ。え難しい、なんかね伝わらない、うまく。だからそうさっきも言ったけど、出張公演は出張公演で、なんか8のそのツアーみたいですごく楽しいし、いろんなところに行ける、これからもなんか福井行ったりとか新潟行ったりとか長野行ったりとかできるっていうのがすごく嬉しいし、いろんな方に会えるっていうのはすごく嬉しいし、本当に柱がないだけでこんなにもすっからかんに見えるんだ、すっからかんなんていうの、その聡明に見えるんだっていうのがすごく嬉しいんですよ、私からしたら。だからその端っこにいるピョンズも、そのじゃあ下手の端っこにいるピョンズも上手の端っこにいる私のことを見れるじゃ、見えるじゃないですか。そうだからそういう部分はめっちゃ嬉しくて、なんかどこにいても絶対にピョンズは私のことは見てくれるんだって思える嬉しさはめっちゃあって、そうだし、なんかそれこそなんかもうそうだよね、そう言ったら柱に不満があるんですかって言われるよね、もう難しいそういうことじゃないんだよなそういうね、なんかそうどっちもにいいことはあるけど、やっぱりこれを経験してるからこっちだと難しいなみたいなそう思う部分もあって、なんかね難しいんですけど、あーだー分かんなくなってきちゃった分かんなくなってきちゃった分かんなくなってきちゃったよみんな。まあ確かに、まあ本当に要は、まあ、近さですね、それはそうなんですよ本当に。だからな、とにかくね分かりませんそうだし、もう一個言いたい、もう一個言いたい、あの出張公演は本当にそれこそちゃんとなんかその地元の子に MC が、そのじゃあ今日はどうだったとかっていう、真帆ちゃんにこの間 MC が渡ってたりとか、 VR のお見送りも真帆ちゃんと、まあ星屑テレパスつながりでソララがやったりとか、なんかそういうその地元のことをフューチャーしてくれてるのもすごくすごくなんか素敵だなと思ってて、そうだからなんか劇場とはまた別なんだなっていう気持ちでやった方がいいんだなって思ってて、うん、なんかやってることは劇場なんだけど、劇場の公演なんだけど、でもなんかまた劇場とは違うなっていう気持ちなんだなって思ってます、思います
そう今なんだからなんでこの劇場の話になったのか全然覚えてないんだけど、うん、とりあえずなんかね難しいです今帽子を深くかぶってしまいました。はい、どっちもに良さはあるんですよ。でも確かにそのじゃあ会場が違うだけでできたことができなくなるのはお前のパフォーマンス力の不足してるせいじゃないかって言われたらそうだよなって、確かにな、今納得しちゃいましたね。うん、今納得しちゃいました。すごく。そのどこの会場がどうだったとかっていうわけではないんですよ。別になんかどっかを批判してる、劇場を批判してるとか、千葉が茨城がとか狭いところがってわけじゃなくて、私はだってじゃあ茨城のパフォーマンスを見てもらったらわかるけど、 VR で私は私で、じゃあその狭いピッチでできるだけなんか自分がいつもぐらい踊ってるように見せるにはどうしたらいいんだろうって考えて、じゃあ縦に踊ろうと思ってそうなんか人一倍手伸ばしたりとかを本当に意識するように頑張ったし、そうなんか普段はこうやって横フリーのところで横に手出してるところもなるべく縦に出したりとか前に出したりすることで横の人の邪魔にはならないけど、上に出すことでちょっと大きく見えたりとかっていうのをめっちゃ考えてやってたのよそうだから茨城は茨城で頑張ったし、千葉は千葉で頑張ったし、もちろん明後日から続く福井とか新潟とか長野でもそこはそこで頑張るつもりではすごくいて、そう劇場ではね縦には劣らないですからそう縦長に踊ってたりとか、いや違うんです、今日いろいろあって、今日だけじゃなくてこれまでも最近いろいろあってあのもうなんか色々あって人生ハード人生ってハードモードだなって最近すごく思っててそうでもみんなもハードだしね、だから頑張んなきゃいけないのもそうだし、なんかみんながハードだからこそこっちがなんかアイドルだからさ、私たちが元気づけなきゃいけないのにさみたいな気持ちと
戦ってってでもそしたら私のこの子のもぞもぞはどこに行くのって思ったらもう難しいみたいな気持ちでしかなくて言えないです言えないことです言えないことなんですよ。そうここでは言えないファンの方には言えない、お話し会でも握手会でも言えないそう、だからなんかねマネージャーさんとかになんかここでって話はしてたんですけど、なんか強がりすぎてしまいもういいですって突き放しちゃってそうもういいですまでは言ってないけど、あ大丈夫ですってそうまではいかないけど、もう大丈夫ですみたいなそうもうどうしたらいいのって感じ今。メンバーにも言えないですそうだから私は今すごくもうパニック、いやもうなんか本当に大丈夫って言っちゃったからそうそれは大丈夫じゃなかったですって言えなくて、なんか自分と同じ境遇の人っていないじゃん正直。そう、あと私は本当に今も言ったけどすごく強がっちゃうタイプの女なので特にメンバーには言えないそうそうなのよね、この話はって感じ。そうなんか別にたわいのない話ならみずみんとか喋るけど、そうでもアイドルは頑張りたいからアイドルは頑張りたいから福井は頑張るそう別にそこに関係はないかな、パフォーマンスを頑張ることに関しては別に何も変わることはない、絶対。本当に自分の悪いとこ出たなと思ってます。そうやってなんか相手が忙しそうだともういいやってなっちゃうんですよねそうなんか私だけを見てくださってるマネージャーさんじゃないからこそ、なんか他の多分他のメンバーのこととかもあるじゃないですか。そうだったらあもういいやもう無理だってなっちゃうんです。本当に良くない、本当に良くない、ダメっすね本当にダメですね。なんであの時も大丈夫ですって言っちゃったんだろう。
なんかその場その場で返事しない方がいいな、私って。多分本当に、これマネージャーさん見てないかな絶対見てないんだけどなうん、絶対見てないんだよね。すごい、この人愛梨ちゃん推しなのに一生ゆいりんごって押してくれるじゃん、ありがたい。いやでも本当に踊ってたら解決するんで、マジで私にパフォーマンスをさせてほしい、ステージに立たせてほしいとりあえず解決するっていうか忘れる、踊ってる時と寝てる時は忘れるので。そうだから、とりあえず明日乗り切れば一旦3公演あるんで忘れれますそうでもまたでもでも移動したくない、移動したくない移動中に思い出したくないですよね本当に。いやでも頑張ります、本当に。気持ちは先に逃げる、あ違うんです、これルイボスティーこれルイボスティー、すいません酒じゃない、冷えたルイボスティーこれを、このカップを冷やしといて冷えた飲み物入れるとキンキンで美味しいんですよ。はい、酒じゃないです、そうだよね、ルイボスティーに逃げさせてくださいカフェインなしで。今日私めっちゃジュースを飲んじゃってそう、めちゃめちゃ今日ジュース飲んじゃって、これぐらい、これぐらいのカンカンの、携帯よりちっちゃいぐらい、これぐらいのサイズのカンカンを7本ぐらいのリアルゴールド2つとなっちゃんとファンタのオレンジ、CC レモン、デカビタ、ファンタオレンジもう1本飲んだそう、今日ちょっと糖分摂取しすぎてるそうそう、以上ですよね、すいません。そう、酒の代わりにねお酒をそんなに飲むこともないので私は、そう私はジュースでジュースに逃げてるので安心してください。安心はできるでしょ、めっちゃ安心はできるでしょ、ジュースしか飲んでないんだってうん、逆に安心はできるでしょ。ありがとう。酔っ払いながらウィーバース酔っ払いながらウィーバースしててもね、あ間違えた、酔っ払ってなくても、ん、酔っ払わずにウィーバースしててもなんか関係ないから、うん、大丈夫です。お酒に逃げるのが普通くらい、お酒に逃げるのが普通に安心、なんでなんでお酒じゃないのにジュース飲みすぎてお酒ハイになってる可能性を酒飲んでる気持ちになってるってこと、私今お酒の方が良くないよね、酒と思い込むと酒になる、やばい、なんか人生の先輩たちからやばい言葉がいっぱい来てる
いろんな失敗をしてきた人たちなんだろうな、この人たちはきっと。無理が効かなくなったら逃げよう。どこに逃げますか？逃げる場所も時間もない。逃げる場所も時間もない。でも別に今日はそんなあれですよね、すっごいあれじゃないですよね、全然大丈夫、平気。なんかただなんか変なテンションになってるだけだよね。だってドボン普通にやってるのやばくない？これこの感じで。そう、自暴自棄です、多分。地元に一回帰る、いや無理、仕事したいってなっちゃう。私なんか何やってんだろうって、仕事したいってなっちゃうんですよ。一旦コンビニ行こう、マジ。めんどくさい、もう一歩家出るのめんどくさい。なんかもうさ、みんなにさ、もっとさ、ありがとうっていうのをさ、いろんな行動でさ示したりとかしたいんですよね。行動とか結果とか。でもそれがなんか難しくて。難しくてね。でも私は本当に恵まれてる方ではあると思うんですよ、すごく。地元でレギュラー持たせていただけたりとか、行かないたびはなんか気づいたら毎回出させていただけてたりとか、本当になんか恵まれているのにもかかわらず、こんなに私のことを好きでいてくれて、こんなにハルピョンのことが大好きだよって言ってくれてる人たちがいるのにもかかわらず、なんかいつもいつもハルピョンだけじゃないんでしょとかって怒っちゃったりとか、なんかこんなにドボンも頑張ってもらってるのに、なんかむずい。本当にもうなんかみんながこんなに一生懸命頑張ってくれて、ハルピョンのためにっていっぱいしてくれて、生誕祭だってあんなに、もうなんか本当にあそこがコンサートホールになったんじゃないかってレベルであんなに盛り上がってもらって、なんかこんなにいいハルピョンのこと、なんかあの生誕思い出したら泣けてきた。こんなにハルピョンのこと好きでいてくれる人がいるのに、なんで私はってなっちゃいまして、もうなんか本当にもうこういう状態今。
もはやもう泣かしてくれもはやもうこっちだって泣きたくて泣いてるわけじゃないけど、もうなんかもうむしろ今日いっぱい糖分摂取した分こっから出させてこっから出させてお願い、一旦ね。変なこと言ったら本当に涙引っ込んでったわ自分のせいで、うん、なんか本当に今頭かしくなってると思う。もうポジティブがないもう今猫ミームしてるフフ今私本当に猫ミームになった気持ち、わーになった気持ち、懐かしい懐かしい。そうなんかね、ちょっとずつもなんかこうやって変なこと言ってないと本当になんか全部なんかやばくなりそうで今なんかちょいちょい変なこと言ってるんだけど、本当に変なこと言ってないとなんか頭おかしくなりそうなんですよね、すごく、うん、なんか爆発しそうで今、なんかなんか猫ミームとかなんかこっから炭酸出させろとか意味わかんないこと言ってるんですけど、でも今日もう一回号泣したんです急な爆弾発言、今ラジオでズッキーがハルピョンドボンすごいって言ってる、本当あのこうですけど今今こんな感じなんですけど今私テンション変なんですけど、ありがとうズッキー、いてズッキーありがとう、またラジオ呼んでね、どのラジオでもいいから絶対呼んでねズッキーありがとう、今私これだけどね、すごくね、もうなんかテンションノリとテンションだけで今とぶっ通してるけど今完全に私こっち、切り抜いても何も面白いとこないよこれ、なんか橋本テンションキモいってしかない切り抜いても何も面白いこと言ってない、なんか私がただネガティブになってなんかちょっとみんながちょっと励ましてくれてでもさーとか言って、もうなんか何も面白くない、視聴数何も上がんないよこれなんだこいつってなるだけだよ絶対、あの多分作業の無駄
いつも元気もらってる。いやみんなはそう言うけどさ、全然だよ私は。みんなに何も届けれてないよ。うん、本当にみんなからもらってばっかりなんだから。みんなが届いてるっていうならそれは良かったって思うことにします。やばいね、やばいよ今。ヒストリー？何だっけ？パニック？何？うわ！ヒストリー。え、本当に酒だと思われるこれ。どうしよう。ヒステリー、ヒステリーまではいかないけど、すごい今調べたら、でもそんなそこまではいかないけど、え違う、本当にルイボスティー誰か飲んでほしい。本当にルイボスティー全然一気飲みできるもん。いきますよ、一気飲みしてるってわかるかな。待って、でもこれをさ、お酒だと思ってる人たちからしたらさ、こいつ酒一気飲みしてるわって思ってるんだよね。ほら全然あのただのお茶なんで。酒がなくても酔えるのが若さ。まだ24歳なんで。私は自分のさ、お酒の原、なんかちょっと言い方間違うかもしれないんですけど、本当に自分のお酒の限界を知らなくて、そのなんて言うんですかね、違う、そんなに飲んでないってことなんですよ。そう、なんかお友達と行った時とかもなんか別にその友達と喋ってる雰囲気が楽しくて、あとご飯の方が好きで、そうご飯ばっか食べちゃうんですよね。だからなんか別にお酒を飲みたいみたいなあれにならなくて、その底なしっていうか底知らずそうだからまだそのあの、あと一応ね、この大大きいアイドルグループの看板をね、一応あの端っこだとしても背負わせていただいている身なので、一応10年間端っ、もう本当に端っこだとしてもね、背負わせていただいている身なので、あのヘマは起こしたくないそうだからそのそこを知らないんですよね。嫌でしょ、ずっと言ってるけどさ、富山駅でよなんか潰れてましたみたいな、嫌でしょ。
そうなりたくないから私は。そこを知らないです。遭遇情報それは嫌でしょ。体が硬い。今日一日いたからね、レッスン場、レッスン場じゃなかった、配信の会場みたいなところ。うん、体が固まってるよ。椅子は座り心地別に良くないですよ。普通の椅子なんだから、パイプ椅子だからパイプ椅子なんだから。なんでキャップをかぶって、前髪腐ってたから。配信終わった後のハルピョンが心配。大丈夫、お風呂入って寝れば忘れる。あ、忘れないけどね。あ、間違えた。まあいいや、もうハートでもいいや。眠たい。あ、ごめん、ブッサイクだ、あくびを出して。いやもう本当に泣き切ったのよ今日、割と。うん、もうね、あの、なんか別に何か言われたとかじゃなくて、全然普通に。あ、ピョムービーはもう撮りました、安心してください。一人で号泣配信、配信はしてないや、一人で号泣案件して、あの、号泣し終わった後にマネージャーさんにのところに行って、女性のマネージャーさんなんですけど、あの、とりあえず落ち着こうと思って、そう、普通にもうそのまま帰れねえと思って、このままだってさ、なんか、ね、歩いて電車乗ってたらさ、なんか号泣配信した後にね、一人でこんな可愛い女の子がさ電車乗ってたら危ないじゃん。だから一旦マネージャーさんのところに行って、あの、配給が好きなね、一旦落ち着こうと思って、そう、一旦落ち着こうと思って、一旦ね、ちゃんと人として。うわ、すごい、なんかすっごいタワー、風と海とさ、多分タワーだよね、このフレーム、エンジェルフレームタワー、ありがとうございます。タワーありがとう、エンジェルフレームタワーシルバー、ありがとう、ありがとう。全然、あの、本当に落ち着いてはいるんですよ私。落ち着いてはいるんです。あったかいココア飲む、ココア飲めません。冷静、めっちゃ冷静。なんかそう、そう、とりあえずそのマネージャーさんのところに行って、どうしたんですかって言われて、でもなんか
強がってるから言えないから大丈夫なんですけど、なんか大丈夫なんですけど感動してそう、あの何があったっていうわけでもなく、とりあえず一回なんか一回このまま電車乗るの良くないかなと思ってって言ってそう、あでももう大丈夫ですって言ったマネージャーさんはこのマネージャーさんじゃないんで、そうそうなんですよ、もうなんかマネージャーさん、登場人物マネージャーさん多すぎて分かんないですよね、皆さんも。とりあえず配給を好きなマネージャーさんがいるってことしか多分頭に入ってないですよねうん、そうですよね、ありがとう、それだけ入れといてくれれば大丈夫。でもマネージャーさんも仕事だからさ、仕事があるしさ、私一人に構ってるわけにはいかないしからさ、寒くなってきちゃった、じゃあさっき暑くて上着脱いだんですけど、寒くなってきちゃった、次はもう本当わがまますぎる、マジで人生大変人生大変、もう半までの予定だったんですけど、配信もう36分だ、本当に何かあの冒頭でも冒頭というか、真ん中ら辺でも言ってたんですけど、あのもちろんその劇場も出張公演も大好きだし、私は好きなことだから今も続けられているので、本当に好きじゃなかったらもう多分この仕事辞めてるだろうし、みんなともっといろんな景色見たい、もっとなんかみんなに本当にもっとみんなになんか嬉しいって、ハルピョン応援しててよかったって思ってもらいたいなっていうのが一番の私の目標だし、なんかどれだけいろんなものが遠かったりとか難しかったりとかしたったたとしてもしたったたたとしても自分がいる意味は本当にピョンズがいてくれるからだと思っているので、あなんか誰かに何か言われたとかじゃないよってさっきも言ったけどね、うん、なんか とりあえずそのなんて言うんだろう、なんで箱で自分は強がってしまったんだろうっていう気持ちです、今は本当にあれがなければ私はもしかしたらこんな自暴自棄になってなかったかもしれないのにそう、なんかもうどこにも出せないこの感情をここで出すしか今なくて、でもとりあえずあの本当に踊ったら忘れるんで、本当に多分福井に行ったら忘れます、はい
大丈夫です。いやマジでみんなに何もできてないのがもどかしすぎる。うん、これからもみんなが期待してるものがお届けできないかもしれないって思ったら、もどかしすぎる。早くみんなに会いたい。今日喋ってたばっかりなのに。あしなかった。うん、でもあってもさ、喋れるのかな、ちゃんと。なんかマジ永遠にループしてるって感じなの今、いろんな感情が。でもアイドルって絶対に笑顔でいた方がいいっていうのは分かってるんだけどっていう、もうね、またループでしょ全部。本当だよ、よくこの状況でドボンしてるわ自分、すごすぎ。クレヨンしんちゃんのねねちゃんごっこしようだって。私本当に申し訳ないんですけど、クレヨンしんちゃん見たことなくて本当にごめんなさい。はい本当に一生驚かれるんですけど、ありがとうの言葉がすごく染みた。私にできる俺今歌って踊ることだけ。そうだよね、本当にそう。私にできる俺はマジで歌って踊ることだけなので、頑張ります。リバースで吐き出してください。いや何も、寝ます寝ます、すいません。ありがとう、優しくてみんな。マジでみんながいてくれて俺がいるって感じなんで。
帽子すごい、あ嬉しい、ありがとう。これは能登に行くときにこの上からいつもヘルメットかぶってます。能登キャップ、能登キャップっていうかボランティア用キャップ、はい、いつもこの上からヘルメットかぶって、あの日差しを一応ね、みんなそうやってやってる。明日早くない、大丈夫。ではそろそろ終わるね。なんかまだ吐き出し足りないけどうん、本当にヒストリーだからそろそろ。別にさ悪いことは言ってないよ、今日悪いことは言ってないよね私何も、ただなんかもう本当にヒストリーしてただけなんだけどヒストリー、歴史、歴史してただけなんだけど手が出そう手が出そう終わります。手が出さない、もう分かんない。また明日、でも明日はちゃんと普通に配信します。そうだよね、手出ても画面だから痛いだけだやめとくわ。大丈夫、ごめんねみんな、なんかみんなに心配させちゃった。いやでも本当に何か言われたわけじゃなくってっていうのは絶対本当に伝えときたい。なんかもうもどかしい気持ちでしかなくて今、それとみんなに会いたいって気持ちと、なんか本当に心配はしないでほしい。うん、大丈夫だから。なんかさっきさ、いやさっき大丈夫って突っぱねちゃったんですよねマネージャーさんのことって言ってたやつがさ、大丈夫だからって言ってても何のさ、何の説得力もない大丈夫ね何の説得力もないよね今の私の大丈夫にね、本当に、うん、大丈夫ではないかもしれないけど、
大丈夫にしなきゃいけないのが大人だから。うん、安心して安心して寝てください。しゃっ、え、今日のおやすって届きました？届いた。じゃあその曲を2曲とも聴いて寝ます。はい、ありがとう、ごめんねみんな。でも私はすっきりはしてないけど（笑）ここにいる人たちがついてるんだっていうのはちょっとは自信につながったので。そうね、目だけ冷やすわ本当に。ごめん、ありがとう。元気だからいっぱい寝よう。私も大好き。いや12時まではやらない、終わる。とりあえずみんなにちょっとでもなんかちゃんとした恩返しができるといいなって思っていますし、私にできるお礼は歌って踊ることだけなので、それができる、それをちゃんとセンターでできる場を私は明日からもちゃんと自分自身とピョンズと皆さんと一緒につかみ取れるように頑張りたいと思います。はい、はい ということで、それでは最後にランキングを読んで終わります。1位風と海とさん、本当にすいませんじゃない、タワーと天守閣タワーとエンジェルフレームタワーありがとうございました。ありがとう。2位鉄道ナイト2日間ありがとうさん、ありがとう。3位サプライズレバーアットピョンズさん、ありがとう。お、変わった。3位雨宿りジンベイ弟さん、ありがとう。4位サプライズレバーさん、ありがとう。5位山内さん、ありがとう。6位ゴジラさん、ありがとう。7位、トラックヤロアットゴリさん、ありがとう。8位熊高さん、ありがとう。9位哲也ハーピョン大大大好きさん、ありがとう。大好きって言葉ってしみるな10位ともゆきさん、ありがとう。11位スピーナさん、ありがとう。12位まぼろしさん、ありがとう。13位ナースのさん、ありがとう。皆さん本当にありがとうございました。元気ではあるのでもう何を言っても多分嘘に聞こえると思うんですけど、本当に私を救ってくれるのはみんなだけだと思っているので、これからも一緒に楽しいって思える夢を
追いかけられたらなみたいな気持ちと、なんか多くのパターンに支えられて幸せです。ありがとうございます。また明日は普通に配信するのではい、よろしくお願いします。ということで、それではおやすみなさい。明日はやってみっちゃと明治のやつ一緒に見よう配信をする予定です。やらないと福井長野新潟行っちゃうのでよろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで8379盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、タイムキン出身ハルピョンこと橋本アルナでした。皆様ありがとうございました。それでは、本当になんか本当にルイボスティーなんですけど、お酒が回ったぐらいのかなんか頭の回転の悪さ、今なんかズンって感じ。多分お酒を飲んだことがある人ならわかると思う。なんでなんルイボスティーなのに、多分そう水分が出すぎてるから、多分頭に水分が回ってないんだと思います。はい、いっぱい寝ます。おやすみなさい。明日あのドボン現れなくても許してください。あの出てはくるんですけど、朝現れるの遅くても許してくださいそれではおやすみなさい。ありがとうございました。またね。大好き、ありがとう、ラブ、バイバイ。